皆さんどうもです。ポルスです。今回は1万ポイント PS4 で達成した試合のハイライトを流しながら、ポイントどうやって上げたのかとか、めちゃめちゃ対面練習してるよとか喋っていこうと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ではまずどうやってあげたのか。6000ポイントまでシーズン4始まって2日後に達成したんで、逆に遅くないみたいな感じではあるんやけど、まあその通り。あんまりアリーナやってなかったよね。割とのんびりあげてました。というのもやっぱ上手い人たちが集まって練習するカスタムスクリームとかクリエの対面練習が結構多かったかな、やってる時間。だからとにかく対面の練習をしてたよね。その成果はこの動画でちょっと出てるとは思う。マジで昔よりかは強くなったと思うんやけどね。みんな見てほしい。今まで立ち回りだけとか対面弱いとか言われとったけど、まあ言われるだけじゃなくて俺自身もそう思ってるから、やっぱりね、直さんといけんと思ってバチバチ練習しまくって、まあ、基本やっぱ俺より強い人ばっかりの環境で練習して負けまくって鍛えてるんで、まあある程度はマシになったとは思ってる。で、話を戻すと、まあ割とまったりとポイントを上げたわけなんやけど、この6000から1万はソロとトリオ、まあ、半々ぐらいで上げました。もし1万行きたくて周りに同じくチャンピオンの強い友達とか相方がいるんやったら、トリオの方が圧倒的に楽だと思います。今までのシーズンはポイントを上げたいんやったらソロをおすすめしてたんやけど、シーズン4はめちゃめちゃトリオがおすすめ。ただ条件があって、3人ともチャンピオン以上で強い場合、まあ分かりやすい話、上手い人たちが固まればそら強いわけや。それは分かると思います。一人一人が6のパワーのトリオに対して、一人一人が7のパワーのトリオがあったとして、1対1ならパワーは1しか違わんけど、トリオになると合計したら3の差、さらにそれ以上の差になっていっちゃうから、やっぱりね、どんどん実力差が出てきちゃいます。これは分かると思う。問題はこの一人一人のパワーの差がおかしいマッチングシステムになってるよね。シーズン4は特にチャンピオンに行ってるってことは、まあ最低保証パワー5ぐらいは持ってるとしましょう。持ってると思うよね。だったらチャンピオンリーグの時点でパワー5はみんなあるはずなんよ。最低ラインとしてチャンピオンとしかマッチングしないはずやから。でもなんかシーズン4は明らかにそうじゃなくて、コンテンダーとかもマッチングしてます、チャンピオンと。まあこの理由はマッチメイキングの短縮、時間マッチする時間1分以内とか結構早いと思うんやけど、それを実現するためにこういうシステムになっちゃってると思うんやけど、普通チャンピオンリーグなら最低パワー、まあ4とか5が土台であるはずなんやけど、コンテンダーとかも入ってるから最低パワーが4だけじゃなくて3とか2とかも混ざっちゃう。つまりトリオアリーナの実力差が半端じゃないよね。だから何が言いたいのかというと、チャンピオンリーグ3人とかならトリオはかなり多いし、ポイントを上げやすい。この動画でもスタート9750ポイントだったけど、1マッチで1万まで上がっちゃってるから250ポイント獲得してるんかな、1マッチで。まあ、そんぐらい簡単やし、最近ソロトリオアリーナとかやってる最強強強プレイヤーおるね。もはやチャプター1の通常マッチ感覚なんですよね。だからトリオはポイント上げやすいんやけど、逆にまだチャンピオンに行ってないとか、そういうチームからしたら地獄よね。チャンピオンに行ってないのにチャンピオン3人チームに会うのはきつすぎる。だからトリオの方がポイント上げやすいっていうのも真実なんやけど、一つの側面から見ただけであって、コンテンダーならやっぱりソロでポイント上げをおすすめします。まあソロもチャンピオンとコンテンダー混ざってるとは思うんやけど、まあまだマシかな。まだワンチャンあるし、勝手に人が減ってくれるし、持ってれば、ポイントは上がると思います。マッチ早いのは嬉しいんやけどね、ちょっと中級者には厳しい仕様になってるとは思う。シーズン4もだいぶ後半になってきたし、チャンピオンにとりあえずなっときたいとか思う方はソロであげる方がまだいいと思います。それでも友達とやるのがおもろいからトリオであげたいって方は、バスの底折りとスタークとドゥームとレイジーとミスティ以外の場所に降りればポイントは増えやすいかな。今挙げた場所はもう殺戮の嵐なんで、もう初手でめちゃめちゃ戦うんで。
まあ、もちろん対面鍛えたいなら行くべきやで。対面鍛えたいっていうポイントを上げる別の目的があるんだったら行ってもいい、むしろ行くべきとは思うんやけど、逆にポイントが欲しいんだったら過疎地でもいいとは思います。ただトリオは拠点作ってガチガチに固めても攻めてくるチームはいっぱいいるんで、まあイモールっていうのが難しいんよね。まあブッシュに3人ってもう意外と難しいしね。まあ、この時の俺らのチームを見てくれたらわかると思うんやけど、本当にまあ味方のナベさんとサンクロさんがめちゃ強いっていうのもあって、もう後ろ盾があるからね、もうどんどん行くんやけど見つけ次第とつっていくのがわかると思います。うまくいけばね、キルムーブするチームは勝手に人を減らしてくれるんで、順位ポイントがね、何もせずとも勝手に入ってくるんやけど、そのキルムーブのチームと運悪く出会ってしまったらきついからね。まあ、この二人は本当にうまい。サンクロさんは多分アリケンさんとか、あとはリアンさんとかの FLCS 応援配信とかでもよく映ってるんじゃないかな。ナベさんもね、ツイッターでよくクリップ上げてて、一つ一つかっこいいんでね、ぜひ二人のフォローしてほしいし、CCC の応援もしてほしいなとは思います。あと、アリーナで対面上手くなるために意識してた方がいいなって思ったことが3つあって、1つは生き残ることより倒すことを考える。これは正直性格の問題もあると思うんやけど、俺はかなり苦労したね。どうやってもどうしても生き残ることを考えちゃって、なかなかあんまり対面もそのまんまね、生き残りたいっていう気持ちで対面しててもうまくいかないんよね。自分から攻めてない気がするんよ。もちろん攻めに行ってるんよ。ボックスがあったら果敢にアサルト打って開けて戦いに行ってるんやけど、なんか結局相手のリアクションを待っちゃう。そうじゃなくて自分から果敢に仕掛けていく。その結果ミスって死んでもいいっていうメンタルがまずいるなと思いました。あと投げ物ですぐ逃げない。2つ目はね、ショックウェーブとかクラッシュパッドとか結構持ってることあると思うんやけど、ダメージを食らうとそれを使って逃げたくなっちゃうんやけど、できるだけ建築で逃げて回復して対面に戻る。逃げるっていう感覚を縛る感じかな。これもまたメンタルきついんやけどね、投げ物は攻めに使いましょう。特に CS 勢とか回線が弱い人はボックスの入り込みがなかなかできないから、入り込みのためにアイテムを使った方がいい。おかげで俺もね、めっちゃ入り込みが上手くなった投げ物で入り込みするのがめっちゃ上手くなったね。で、ラストはできるだけ自分がかっこいいと思ってる理想の敵の倒し方をイメージする。どうしようどうしようって思いながらやるんじゃなくて、俺はあの倒し方でやりたいとか、クリップ取りたいとか、そういうのでいいと思います。うまくありたい自分の姿をイメージしながら対面する。やっぱクリエイティブいけてるのにアリーナでなんかうまくできないって人は、そこがなんかね、焦りとか生存本能がストッパーになっちゃってるんじゃないかなとは思ってます。まあこんな感じでアリーナ1万ポイントを達成することはできました。今後もね、まだまだ練習して頑張っていこうと思います。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。